青空ゆりねボイスブログへようこそ。聞く。最近仕事柄よく耳を使う。目で見る情報は相手に意識が行きやすいが、声や音の方が自分の意識に集中できるので、よりエネルギーを感じやすいのだと思う。そして何かのエネルギーを感じたとしても、それにこだわらずジャッジしない。常に目の前の事象と背後の青空時期を同時に見る感じ。私の場合ですが、もともと音が好きなので、目で見るよりも音で聞く方が腑に落ちやすい。聞くという漢字は耳と14の心なのね、なんだろうと検索してみた。ふむふむ、耳を王様にするんだ。理工コミュニケーションクラブ、おじさんのうんちくより。聞く。相手の話をよく聞き理解しようとする。語源、意味。聖徳太子の聞き方がベースになっている。耳を王様にして14の心を一つにして、集中していろいろな感性を研ぎ澄ませて心で聞くことです。古い字の聞くの漢字をかなり大きく拡大してご覧ください。左側は耳の下に O があり、右の作りは上から14、1、心となっています。聞く、自分の都合の良いことだけを聞く。意味、門構えの中に耳がある。つまり聞きたくないことは聞かないということになる。聞く、問い詰める。意味、刑事の尋問でわかるように自分が聞き出したいことのみ相手から引き出すことになる。聞くという漢字だけでも、その字によって意味がちょっとずつ違ってきて面白い。